てめえ何者だ。なんだこいつは。青の匂いがすっぞ。青持って世界真理にし深淵と青、それ我のだ。よこせ紅よこ。じゃねえな、まさか元は人か。我が都市、いふか真理の底を飲み込むのだ。青青ってうるせえな。てめえ慣れの果てか。大方青の魔導書に引き寄せられて現れたんだろうが、てめえの相手をしてる暇はねえんだよ。おれ青。せえな。The wheel of fate is turning. Level 1. Action. インフェルノディバイド、インフェルノディバイド。またガンプルレッツフェルズファットフェルズファットインフェルノディバイド開けるフェルズファットてまぁ取らせやがって。これで終わりにしてやる。そこまでよ。彼にこれ以上手出しはさせない。ああ、いきなり出てきて何なんだよてめえ。お願い、手を引いて。これ以上彼に関わるようなら。前は危ねえ。化け物か。やめて。おい、てめえ腕を離せ。お願い、もうやめて。彼は混乱してるだけよ。もう戦う意志はないわ。てめえバカか。今さっき攻撃されそうになってたじゃねえか。それでも とにかく彼から青を遠ざけないと。手荒なことはしたくないけど、時間を稼がせてもらうわ。おいおいおい、どうなってんだよ。なんで俺が仕掛けられる側になってんだ。ごめんなさい。The wheel of fate is turning. Level 1. Action. ガンプレット、あれ！ガンプレット、あれ！インフェルノディバイド！
なんだ、もう終わりか。あなた本当に青を持っているの？青？ああ、これのことか。ブレイブルー、原書とも言われている最強の魔導書。噂には聞いていたけれど、本当にあなたが持っていたのね。死神ラグナザ・ブラッドエッジ。だったらなんだ。てめえもさっきの薄気味悪い塊と同じように、こいつが欲しいって口か。ブレイブルーを私が？考えても見なかったけど、悪くないわね。やめとけ、進めねえぞ。こいつは確かに便利だが、身近にいる人間の魂を永遠と吸い続ける厄介な癖があってな。親しい人間を道連れにしたくなかったら手出さない方が賢明だぜ。だけどそれがあれば私の望みも叶うのかもしれない。あんたの望み？ええ、自己紹介が遅れたわね。私はライチ・フェイリン、タグツチのオリエントタウンで医者をやっているわ。は？あ、おう。そしてさっきの彼はアラクネと呼ばれている賞金首、かつての私の同僚だった人よ。それで彼か。いきなり乱暴なことをしてごめんなさい。あなたの意識を彼からそらしたかったの。彼がこの場からいなくなるまで。彼は熱心な研究者だったわ。だけどその熱意が災いして教会に近づきすぎてしまった。教会は容易に人が触れていいものではなかった。結果的に彼は教会の魔素に精神と体を蝕まれ、今のような姿に変わり果ててしまった。極度の魔素中毒ってことか。だから教会に意識が引きずり込まれたんだ。彼は本能的に強い生命エネルギーを求めているわ。あなたの持つブレイブルーンが他者の魂を吸い上げる力を持っているのなら、そのせいで彼が引き寄せられたのでしょうね。チッ、迷惑な話だぜ。さっき言ってたあんたの望みってのは？そうよ、彼を元の姿に戻すこと。酷なことを言うようだけどよ、ありゃ完全に魔素に侵されてる。ああなっちまったらもうどうすることもできねえ。人思いに型をつけてやった方がいいんじゃねえのか。まだ全ての可能性が否定されたわけじゃないわ。何か必ずできることがあるはずよ。あるはず？ふざけんな。あんたからも教会の力を感じるぞ。どいつもこいつもこのバカが。これは彼を止めるために。いや、いいや、俺には関係ねえし、あんたとあの化け物の話だもんな。勝手にしてくれよ。ありがとう。あなた噂と違って優しいのね。
噂って、俺はどんな極悪非道人間ってことになってんだよ。きっと想像しているよりはひどい言われようよ。はいはい、そうですか。好きに言ってくれよ。じゃあな、次あの化け物に会ったら全力で逃げてやるよ。本当にありがとう。気をつけてね。妙だな。誰もいない。月か。あいつは月が嫌いだった。くそ、つまんねえこと考えてる場合じゃねえ。さっさとことを済まさねえと。余計な時間ばっか食っちまったな。今夜中に着かなかったらどうしてくれんだよ。覚えのある気配だと思えば。ん？貴様か、小僧。くっ、なんでてめえがこんなとこにいるんだよ。貴様にいちいち説明してやる義理などない。それにしても相変わらず品位のかけらもない。ゲイチル様もなぜこんな男に目をおかけになるのか。何ブツブツ言ってんだよ。用がないならどけよ、おっさん。ちょうどいい機会だ。貴様がレイチル様のお手を煩わせるに足る人物かどうか試させてもらおう。はあ、ふざけんな。何勝手に決めてんだよ。俺は急いでんだよ。十分な力量の持ち主ならば刺して時間はかかるまい。それとも老人相手に臆したかね。て
上等だ。付き合ってやる。The wheel of fate is turning. Level 1. Action. インフェルノディバイン。そこだ。なんとインフェルノディバイン。負けろ。油断大敵。なんとだ。残念だ。甘い。油断大敵。ここから。ここから。油断大敵。甘い。恐縮か。それでマジか。また油断大敵。また申し訳ない。おお、な、てめえウサギ。レイチェル様。わわわわ、なんかヤバい雰囲気のど真ん中に出たっすよ。あら、珍しい組み合わせじゃないの。ちょっとびっくりねえ姫様。ええ、驚いたわ。まさか街中でこんな余興が見られるなんて。おいウサギ、おっさんをけしかけたのはてめえか。小僧、レイチェル様に何という口を。いいのよバルケンハイ、彼は粗悪な口調でしか物を語れない。愚鈍な頭脳しか持ち合わせていないのだから仕方ないわ。んだと。それに私の反応を見た上でけしかけたなんて発想ができるくらいのレベルなのよ。今さらどれほど注意をしたってこのバカは治るものではないわ。てめえ。イエーイ、バーカバーカ。うるせえ。怖いっす、噛みつかれるっす。うるさいわ。ギャグ。あいたった。あたいでこいつを折檻するのは勘弁してもらえないかしら。ところでバルケンハイン、あなたは城でお茶の用意をしているはずではなかったかしら。勝手をいたしまして申し訳ありません、レイチェル様。実はお出かけになった直後に奴が現れまして、どうにも不吉で御身が心配でならなかったものですから。そう、確かに不吉ね。それで私を探している途中でさっきの余興が始まったというわけね。はい、出過ぎた真似をいたしました。何が余興だよ。おっさん、かなりマジだったじゃねえか。あの程度で本気だと思われては甚だ心外だ。そうね。それに私もこの男には少々お灸を据えてやりたいと思っていたところだったの。いい機会を作ってくれたわバルケンハイン。それは何よりでございます。ちょっと待て、ほら、何また勝手に話進めてんだよ。あら、わからないのかしら。私が直々に遊んであげると言っているのよ。感謝なさい。誰が感謝するか。俺は急いでるって言ってんだろ。てめえらと遊んでる暇なんかねえの。あなた、つくづくバカね。あ？今のあなたがいくら急いであそこへ向かったところで何も変えられない。変えられなければ意味などないのよ。そうやって意味深な言い方ばかりしやがって。つまりどういうことなのかちゃんと説明しろよ。言ったって分かりっこないわ、その残念なおつむではね。こんなクソウサギ。それにそれでは意味がないのよ。あ？その何も分かっていない顔、さすがに少しイライラするわね。姫様がお怒りっすよ。やってんなよ姫様。そうね、出来の悪い子にはしつけが必要だもの。てめえらいい加減に。バルケンハイン、行くわよ。かしこまりましたレイチェル様。おい、ちょ、人の話を。